皆さんこんにちは、ケンです。今日はですね、パカソというメーカーからアクションカメラを提供いただいたので、それのレビューをしていきたいと思います。提供いただいたのこれですね。ちなみにこういう風に GoPro と同じカバーがついているので、GoPro のマウントが無駄になりません。普段撮影している機材が今この撮ってる GoPro Hero 8なんですけども、このアクションカメラがね、どれぐらいのクオリティの映像が撮れるのかと、あとはやっぱりライドで撮影する上で重要なのは振動ですね。果たしてこの激安アクションカメラがどれぐらいの性能を持ってるかっていうのを試していきたいと思います。それでは行きましょう。ではこのサイクリングロードで使ってみたいと思います。スイッチを押すと、起動したかしてないかはもう画面とかで確認するしかないですね。続いて GoPro に付け替えて走っていきたいと思います。グラベルを走っていきたいと思います。カメラのレビューのお話がありましたので、自転車でライド映像を撮ってきたんですけども、見てわかる通り少し手ブレ補正っていうのはやっぱり GoPro より劣っちゃいます。ただやっぱりですね、このアカソのカメラは GoPro の4分の1の価格で買えるっていうのが非常に魅力的だと思いますし、で GoPro はちょっと手出しにくいけどアクションカメラ使ってみたいなっていう方の初めての1台にもおすすめができるかなって思います。画質はね、4K まで対応してるということなので、ここについては全然クオリティは問題なかったのかなと思います。はい、でアカソのカメラはですね、 GoPro とは違ってさまざまな付属品が付いてます。まず、この本体ですね。本体につきましてはこういうふうにケーブルを挿す部分だったり SD カードを挿す部分がむき出しになっているので防水性能はありません。なのでこういった水中撮影用のケースとかを使わなければいけないです。加えて、今の GoPro と違うはこういうふうにここにマウントに取り付けるためのアタッチメントがあるんですけど、こういうのもこういうカバーですね、付ければこういうふうに追加で使えますですね。でオズマアクションとかも使ってきたんですけど、普通だとだいたいこれで終わるところなんですけど、これ全部ねアカソの、ね、付属品なんです。めちゃくちゃ入ってます。マッティの充電器につきましても、こう本体から出してこう置くタイプです。こういう風に押して充電するタイプ、これ非常に便利で、しかもなんとバッテリーが1個だけじゃなくて2個ついてます。
これはめちゃくちゃいいポイントですね。やっぱりアクションカメラってバッテリーの持ちはそんなに長くないですよ。長くて60分とかなんですね。なので予備バッテリーが最初からついてこの値段っていうのはいいと思います。あとは、ヘルメットにつけれるようなマウントがあったりとか、ハンドルにつけるタイプのマウントはついてたりとか、これとかも結構レッグマウントとかに使えるようなマウントですね。マウントの種類がめちゃくちゃあります。しかもこういう風に遠隔操作できるやつ、これ動画でハンドルバーにつけてましたけど、本当はねこういう風に腕時計みたいな形でね、手につけてこうやってボタンを押すっていうこともできます。 GoPro とかだといろいろプラスプラスで、買い取れる必要があります。アカスはもう本当にこういう風に全部揃ってますので、何も買い足す必要はないですね。今回ですね、極端に振動が多い自転車で撮影したんですけど、自転車以外でも非常に使えるものかなとは思います。しかもこれ Wi-Fi ですぐスマホに動画とか写真を飛ばせまして、すぐに SNS にアップすることもできます。またアカスの専用アプリもあるので、それを使うとより使いやすいです。今回もし、このアカスのカメラに興味持った方は、概要欄の方に公式サイトで使える 10% オフコードが貼ってあります。もしよかったらそちらのクーポンを使っていただいて購入してはいかがでしょうか。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。